どうも PO25 です、えー、ゆり漫画の、えー、感想を撮っていこうかなと思やまあ2本撮りまして直近で、うん、小芝生いの,あのやつも撮ったんですけれどもそれが上がるかわからないんだけれどこれはあのちょっと上げようかなとそのくらいこう衝撃を受けたというかねいや面白いって思った話だったのであの上げていこうかなと思いますけどもじゃあ気になるねその作品は何かと言いますとこちらになります。 今日は彼女がいないからでございますね。2巻でございます。まあ、あの、発売時期的には、君津と同じ日に発売されているわけですけれども、こちら2巻というところでございまして。うん。まあ、1巻私はですね、あの、アマゾンで、えー、あらすじを見たところ、百りの浮気だと。 いうことが書いてありましたので、もう買っちゃったと。<laughs> そのシチュエーションに惹かれて買っちゃってから、じゃあ2巻ですよという話でございますけれども、えー、ね、感想の方をお話しさせていただこうかなと思います。行きましょう。というところで、えー、まあ、えー、2巻でございますので、1巻のラストが、えー、あれですね、えー、カフェにユニと、えー、フーコが、フーコ、フーコだよね、フーコが、あのー、一緒にいまして、えー、七瀬と、 ユニカ付き合って、えー、半,年のかな半年の記念日に、えー、七瀬から全然七瀬が部活ずっとやってて全然電話が来ないっていうところでこうちょっと不信感をだんだん覚え始めているところでね <laughs> フー子に付け入れられてすごいこうフー子いいんじゃないのかなみたいな <laughs> なってるところで終わったわけですけれども、うんまあ、実際のところあの、まあ、半年の電話は来ていたと。 いうとこ、あ、来たというところでね、その後すぐ会うわけですけれども。いや、なんだろうね、こう、電話来たシーンもさ、電話しながらね、風子がね、ユニの耳元でね、ずっとこう、好きだよって囁いてるわけですよ。<laughs> あのページ衝撃でしたね。あれうわ、すげえって思った。<laughs> 全部好きだよ、読んだのかなどうだったかなちょっと忘れちゃったんですけれども、でもね、すごかったよね。 いやえなんかええー、と思って <laughs> 見開き一ページ全部使ってやってたのでそうだよね多分だからすごく良かったですあいやこれこの作品すげえなと思ったもんうんでまあねその後こうなんて言うんでしょうお話が進んでいく中でやっぱこうユニがねこう7世とこうやっぱもっと恋人したいと思ってるんだけれども7世は周りを気にして こう私たちがこう女の子同士で付き合ってるのを、まあ、言っちゃえば知られたくないっていうところで何か周りに隠しながら普段の学校生活は、えーまあ、そんなにこう友達ただの友達みたいな感じで見せているというのをね、えー、だんだんこうユニがね不審に感じてきましてねな,なんでなんだよといいじゃねえかと。 いいう感じななんだけれれども、あのー、全然こう見せてくれないと逆に子はあはすごいこう学校でもね、まあ、学校をなるべくこう関わらないようにはしてるんですけれども、えー、すごいこう絡んでくるというところで、ね、だんだんちょっとねユニの気持ちが風子にねこう傾いていく様っていうのは非常にいいなとそしてまあそれのねやっぱりこうあれですねあの決め手というか あれになったのが、やはりこう、あれですね、あの、半年記念日過ぎてからの学校生活から大阪の間ですね。うん。まあ、特に大阪で、こう、ユニカツユ,ユニカツだっけじゃあ、風活か、風活。まあ、あの、要は、風子がお金ぜ全部出してあげるから、大阪に、こう、七瀬が、大阪で、えー、バスケの試合があるというところで、バスケじゃねえ、バレーだ。バレーの試合があるっていうところで、あの、見に行くから、 お金全部出してやるからその代わりあの試合がない時はフーコと一緒にデートしてくれという中で、ね、そのデートししてる間もねねななんんんだだか楽しそうなんです、ね、そう今回の感じすごくいいなと思ったのがこうちょっとこうデフォルメ調に描かれたフーコとユニーアのシーンがねなかなか多くてそれすごくいいなと思ったのとあとこう何でしょうホテルの話なんだけれどホテルにいる時の話なんだけどユニがさ結局そのフーコに対してもさ普通に接してるんだよ。 そ,うでまあ、そこもねすごいなんかこうあなやっぱりこうちょっと心許す存在になってきたのかなっていうところを感じれてすごいこうなんかな,なんだろう今の関係すごい好きですねなんかユニとフーコのこのなんて言うんだろうこのなんていうのこのユニもさ完全に許してはないけど若干ちょっとこう許しを見せ始めてるこの感じっていうのはすごく好きですね。ままあああとフーコの秘密もね、まあ 出てきたとというところであのまあ昔こう一緒によくいたえまあえ先輩っていうのかな今大学卒業してもなんか結婚もしたみたいな妊娠もしてるみたいなえ人がいまして昔よくこう一緒に遊んでくれたお姉さんが好きだったんだけど振り向いてくれない上に自分を一番にしてくれなかった結局他の場所行って夫を作ってっていうところでねなんだよというところなんで私を一番にしてくれないんだっていう。 ユニはあ、フーコはユニに対してすごいこう積極的にアピールをしているというところでなんかこう過去もあったんだなあというところでございます。七瀬も七瀬でねちょっとこうだんだんこう何て言うんでしょうねちょっとやっぱ恋愛向いてないっていう本人も作中で言ってましたけれどもその通りかなっていうのをだんだん感じ始める行動がね目立ってきててやっぱりこの間で一番話したいのはさあれだよねこう最後の最後こう こう七瀬に対してあのー、大阪行った時にフー子と双子コーデをした時ってったんですよねでフー子と双子コーデをしていつもと違う感じの、えー、ユニーの写真を七瀬に送って「どう?」とかわいいと聞いてしばらく経って帰ってきた返答が「いつもと違う」ってこれ「は?」ってなったんですよ。そのは 可愛いって聞いてるじゃん。何いつもと違うってみたいなところがすごくやっぱ衝撃受けたよね。あやばいと思ってこれ多分来るぞと言えてさ。<laughs> 七瀬も七瀬なんだけどそういうところはね。七瀬もなななんだけどさ。なんだろうこうやっぱこう人、人間感じれるんだよねこの作品ねすごくね。なんかこう人って好きなものが増えた時にさ その自分を正当化したいからさ、あの特に今こう浮気してるユリなんかそうだと思うんだけど、こう好きなものが増えて、それダメだと思っててもやっぱ正当化したいからさ、相手の荒さがし始めるんだよ。そう、そこがねすごいこう出てたねユリのね、うんなんかそうね <laughs>。でなんかフーコのことを若干いいなと後半ずっと思ってて、あフーコはこうやって私に対してこう 一番可愛いとかね愛情表現もしてくれるね周りにも周りのこと気にせずこうやって私を一番みたいな扱いしてくれるって感じてるところでちょうど七世がねこのいつもと違うじゃんっていう返答をしたことによってあらをだんだん探し始めるわけですねこれなんで普段の生活だってそうだしみたいな普段の生活だってなんか私とあんまり関わってくれないしね。 <laughs> そういうところになってねあのだんだんあら探してちょっとフーコにで最終的にはあのまあ、フーコとねこういろいろやろうとするわけですけれどもねそこもまたいい <laughs> あこれ来たなと結局ねこの作品さそのなんていうのてう一番さクズいのはさユニちゃん <laughs> っていう感じはした。うんなんなか 生瀬はさそのまあちょっとかの恋愛的には確かに向いてないかもしれないよやっぱり周りの目をずっと気にしてるしさあのちょっと返しもなんかまあ恋人としてはどうかなって返ししてるけどまあ普通に一般の人だと思うんですよあのば部活もすごい力入れてみたいな。で湯に夫婦もさ一見やばい人間に見えるけどさやっぱその裏にはこう自分を一番にしてほしいとかそういう何か自分の気持ちにすごい素直だからまあ 良くも悪くもこう、一直線なわけじゃないですか。ユニがさ、一番どっちつかずなんだよ。<laughs> そう、な瀬に、あの、な瀬が好きだと思って。 たらなんかちょっと風穂に傾いてで傾いた時に七瀬の悪いところを見つけてみたいな一番ちょっと性格くずいのがねあのユニだなとちなみにこの「クズっていう表現はあの作者さんも確か Twitter でね2、えー、人のこの「クズの恋愛をね見てくださいみたいな、えー、話もしてるので「えー、まあ、クズっていう言葉は多分使っていいと思うんだけどうんいやだからねなんかある意味そういうクズいところがね個人的にすごいツボ <laughs> いいんですよよいいいいんだよこのの作品はクズでいいのでどうやらねこれねあのね1巻と2巻でね髪色が違うんだ気づかなかった <laughs> あちょっとごめんしっかりとあれがなってなかったね髪色がね違うんです気づかなかった <laughs> 全然気づかなかったねまあ作中はね多分ピンク髪でいいのかなと思うんだけどいやなんだろう 保健室でさあのー、保健室で七瀬とさ風子が会った時すごいドキドキしたね <laughs> あっこの二人会ったーと思ってねいやーいいよな,ーなんかそう最後が一番強烈なんだけどさー とこうさその昔の人の「今日,今日の風なんかおかしい」って聞いてあの最後にさ「でホテルであのそう、ね、おかしいよ」と言ったのにこう、ずっと好きだった人に一番にしてもらえなかったってちょっと悩みをさ風穂が打ち明けた時にさユニがしっかりとこう言ってるんですよその何ていうのこう。 今まですごい敵対視してた人に対して向ける目じゃないんだよね。そ,そこもなんか、この関係すごい好きなんですよね。なんか、若干友達になりかけてるというか、そう、そうなんだよ。ね、そこで、ちょっと今読んじゃってる、ごめん。<laughs> ちょっとこうね、こう、その、 フーコとねその話をしてちょっと顔が晴れた時にその後にさこうなんかいつもと違うねって書いてきてなんだよそれ違うじゃんって <laughs> 可愛いって聞いてんじゃんで <laughs> これもすごいよねその後ユニにさね可愛い私可愛いって聞いたらさユニがあー穂がさあのフーコに聞いたらさユニがそしたら可愛いいよって 世界で一番可愛いって返した時にさ、もうリミット外れたわけですよ、そっから <laughs>。ね、ね、すごい。いや、これ、参加めちゃめちゃ楽しみです。というところでありがとうございました。いや、めっちゃ読みて、続き超気になる。というところで終わりです。はい <laughs>。いかがだったでしょうかというところで皆さんもね、読みましたかぜひとも読んでない方は読んでみてください。はい。というところでありがとうございました。チャンネル登録長まってますんでお願いします。バイバイ。